ってください。投げろってお前ら。そんなもの捨ててください。今日午前、札幌の商業施設で行われた無差別殺傷事件を想定した訓練です。暴れる犯人役の警察官を従業員らはショッピングカートなどで取り押さえました。さすまたというのを初めて使ったんですけども、ね、こう重さもあるし取り扱いも難しかったので、従業員らは警察官からさすまたの使い方などを学んでいました。